はい、みなさん、こんにちは。ヨガジェネレーション代表の水子でございます。いつもチャンネルご視聴いただきまして、ありがとうございます。今日も。こちらの方をお招きして。体の学びを深めようということで、ヨガ解剖学講師の内田勝則先生です。こんにちは。よろしくお願いします。はい。あの、前回、前、前回、その前も。いろいろ、こう。いつもとは違うね。あの、角度で、いろいろ話し,しましたけど、今日は本流に戻っていきたいなと。 はい。まあ今まで内田先生といえば VV のね、秘密シリーズ。まあ骨盤の秘密、脊柱の秘密みたいな。まあこれは、すなわち今、大大大人気シリーズで、ヨガ解剖学セラピーシリーズという、V ごとにね、基礎と実践を学んでいくみたいな、本当に人気のシリーズが走ってるじゃないですか。まあこれに準じて VVV の秘密っていうのを YouTube でね、まあ そこに参加できなかったとしてもね、こうやって無料でなんか情報シェアをしようって思いでやってますけれども、今日は、じゃじゃん、手首、肘、肩、3つ一気に、はい、この秘密みたいな、なんか今日多いですけど、項目が。僕は、はいはい、あのー、もう、ここもどこにフォーカスしようかっていう部分はあるんですけれども、うん、ま,あまずね、肩って、 あの解剖学とか抜きに誰もが当たり前のように使うじゃないですかっていうところで分かるんだけれども、はい、これを解剖学定義にすると、うん、肩って5箇所あるんですよ。ほう。僕らのほう。ほう<れ>。1か所しか肩っつったら肩1箇所じゃんって思うかもしれないけれども、はい、解剖学というジャンルで肩を切っていくと。 5箇所を持って初めて肩ですよっていう形なんですよ。<laughs> うん、まず。え <laughs> でこれね、もちろん知らなくていいことかもしれないけれども、うん、少なからずヨガの先生、私、体のプロよっていう部分をしょってるんであれば、うん、ここは実は用意どんどのスタートのラインなんですよねってころですよ。で、なるほど肩甲骨のセラピーっていうのをやってるんですけども、それは、うん。 5箇所の中の中一つなんでほうほうほうなるほどつまりまだ四個残ってるんですよね、はい、っていう部分はい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 そこの部分の、まあ、ざっくり感で肩っていうところほう<ー>でもう一個は肘、肘って言ってるけども、うん、肘、これ実は3箇所あるんですよね開幕、うん、できる <laughs> ちょっとってですねちょっと待、ね、肘に行く前に。はい。 肩は5箇所ですで肩甲骨は確かセラピーのシリーズに肩甲骨だけで1つ切り取られてるんでしたっけはい,はいやってるんですだからそれはかなり重要な5箇所のうちの1パーツだから1日かけて深掘りしますよで肩なんだけど1つ部位を切り取ってシリーズの1部位になってると。 なってます。だけど実は肩は五箇所あってあと四つあるこの残りの四つをまとめたのが今回の中に入ってるのってことですッケー、オッケー。なるほどなるほどそしてさらに肘が三つある、はい、肘ってみんななんかこんなイメージあるかもしれないけどははい、はい、3つあるんですっていう形。三つ肘あったら怖いですよここに三つ肘あったら怖、はいです、はい、<laughs> <laughs> ねっていう形なんだけど解剖学できちんと見ていくと、はい、あこういうことねっていうのがも,うもちろん分かってもらえるよっていう。はい どういうことですか、はい、って言ったらば、はい、ヨガの中で肘にアプローチしようねって言うんであれば、その3箇所を意識したリードできてますか、うん、っていう話になるんですよ。うんうんうん、それが分かったらできれば、肘を安全にアプローチできることができるよねっていうこと。ああ、なるほど。うんうん、なるほど。それは肘を解剖学的にこう。 これが透明になると肘というものはこういうことですよって3つのポイントがあると思うするこれよ、はい。みんなのイメージがあると思うんだけどもはいはい。はい、だけじゃないんですよねっていうかはい。うん、なんかちょっとこうヒントになるとこがあるんじゃないかなとかいう,うな <laughs> なんか1個ぐらいヒントくださいよ。これですか やっぱりこう生きていけばあったでしょう。あの何やってで手のひらを返されありますあります。昨日、笑顔で明日契約してやるよって言われたのに、ね、次の日の朝、朝一で行ったら、ああ、ちょっとちょっと予算ないからダメだみたいな手のひら返したように。この日本語を解剖学に当てはめたらば、うん、手のひらを返すっていうのはどこが返ってるのさっていう話なんですよね。うん、また出た。出た <laughs> また出た。<laughs> 肩を回し 肘を上げてって前の前回の動画前々回かな言ってた手のひらを返すはい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 それは一体構造的にどこが返ってるんですかねとかっていうようなことをこれが僕でいうまあ,あのアハ体験っていう形でそういうことなんだいいじゃないっていうそれをヨガにだんだんつなげてくると思うんでなんかそんなことをこうチラリチラリとやりながらもしくはどうでしょうちょっと先言っちゃうけどスマホで疲れた時に 効率よく自分でセルフでこうマッサージできるエリアとかってどこでしょうかなんて言うとちょっと先行っちゃうとこの辺になんかちっちゃい骨いっぱいあるじゃないですか。はい。はい。ここちっちゃい骨8個な、うんですここに。はい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 、はい。8個の中でも筋肉がついてる骨もあれば筋肉がついてない骨もあるんですけどもどうしよう、これちょっと自在に動かすことができたら手首楽になるなんて思いませんかねっていう感じですけど。まあ確かに確かに。 そんなことちょっとやっちゃうかなとかっていうよ <laughs> うかなっておかなあのこれ実践編かなどどっちに入るのかわかんないですけども、うんはい、あなたに届ける手首のリリース法みたっていな感じのをやっていこうかなと何その含みを持たした言い方 <laughs> <laughs> この辺に骨がちょっとこうあるんですなるほどじゃあまあ今日はね秘密シリーズだから、うん、なんかまあ講座の内容はねもちろんねお金払ってきていただく人がいるからすべて明かせないにしても、うん、その 少しその明かせる部分として、なんか秘密、さっきの実は手首って。もう一回見せてもらっていいですか。かっこ、なんかあるって知ってましたかって、これ秘密じゃないですか。まあ、まあ、こんな形で。<わ>よく数えて。そう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 。意外に僕の知らない肘の秘密ってあります。これはですね、だからこ。例えば、過伸展とか。よくあるじゃないですか。はい,はい。 僕、そう、そうかもしれない。ちょっと、ちょっとここがこう。<laughs> そう,そう,そうあれですよね。はい。これだからなんでっていうと、先天的なものと後天的なものがあって、みたいな。はい、で、きちんとヨガの先生は、その辺説明できたりとかしたらいいじゃないですかっていう部分。もしかしどうでしょうね。これよく一般的に言われる、サルーデとか。まあ、これ、まあはい、前に動画で言ってるかもしれないけど、あのサルテってよく言うんだけども、 はい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 。サルテとサルウデの違いって分かってますかみたいな部分で、うん、この辺ってみんな肘に関係してくるエリアなんですよねっていう部分でね。なるほど。なるほど。い,いいと思うんだけどなっていうところで、例えば過信点で言うと、はい、ここ見てもらうとここに穴があるじゃないですか。はい、ありますね。でみんなねこの穴の名前を覚えようとするんですよ。はあ。だけどそんなの後回し。だってミキさんが学生時代に。 興味があった子だったら勝手に名前を覚えるでしょって感じなのよ。うんうん、それよりもこの性格見た方がいいじゃんってこの穴の大きさとかこれ性格でしょ。うん。同じように今度ここにグリグリして出っ張りがあるでしょ。はいはい。これウニュってやった時に痛いとこなんですよって感じ。はいはいはい。この大きさの関係が生まれ持ってアンバランスな方もいるんですよ。うん、はあ要するに、えー、と穴が大きかったら過信点。 穴が大きかったら、これ止まらないじゃないですか。確かにもしくは、このぐりぐりがちっちゃかったら、やっぱり止まらないでしょっていう部分、うんはい、これは持って生まれた構造の過信点だから、頑張ってもこれは治らないでしょ、骨の形は。ちなみに僕はちょっとそれ、興味持っちゃうとそ、その穴の名前はちなみに何て言うんですか中等ってうんす中等<ん>中等あ中中あ 赤っていうのは穴っていう意味なんですけど、でこっちひ中等中っていうのは肘ね、こっちが肘の頭、はい、中刀<等>。中刀っていう。で、これをみんな覚えようとすると、参っちゃうのよ。にな何言ったら、だってミキさん、これ、8個の骨の名前を覚えなきゃいけないよって感じで。 いやーもうそれもんな後回しでいいんですよっていう感じで、それよりもなんか、スマホで疲れたとはどこかなって時に、ちょっと揉んでみて、あ確かにっていうところから入ってくれた方が、興味がないんですでその日の夜に私が触ったところどこかな、うん、あ何々骨だって、一個覚えた方がよっぽど確実じゃないですかっていうのがあるんで、確かに僕はなんかそんなことが届けばいいなーなんていうふうにまあ思ってるんだけどっていう感じ。 ですよねょう、肩、肘手首ですけど、過伸、うん、点って、うんうん、その、膝にもあるじゃないですか。ありますね、膝にも。はい、はい、僕、まさになんですよ、膝、めっちゃ、こう結構内側に入るんですよ。ので、ね、それね、何年か前に、僕覚えますけど、田コ横浜で、これから打ち上げ行くぞっていう時に、一緒に来ていただいたにあに、あ<ん>先頭を歩いてて、<ん>僕らアシスタント含めた会話学チームが。 あ,あ、リキさん実は思いっきり過信点だって<あ>みんなでつぶやいて、あそうあ,あそう、これってあの治るんですか？膝の場合はね構造的なものもあるんだけど、後天的なものも結構多いので、膝はある程度こう使い方で戻せると思いますよ。よ絶対は、マジですか？はいはいはい、めっちゃくちゃ入るんですよね。だから気持ちは得 <laughs> られるんです、うん。いやあの存じております。<laughs> <laughs> うちの介護学チームみんな見てましたから <laughs> あそうまあでもそういう介護学に興味を持って理解すれば人の体をそうやって「うん、あで見れるようになるってことですね気になって気になってしょうがないですよそういうところがあ,あそこ入ってる、まあ、確かに確かに、はい、まあ職業病だけどいい職業病ですよねなるほど面白いです皆さんどうでしょうかねあの肩肘 手首まあこれ10分なのでね、どこまでの秘密がどう解明されたかはあれですけれども、まあやっぱりこの動画の中で、へーっというね、わあそうなんだっていうところがね、いくつか散りばめられたかなと思います。でもしあのヨガの先生、もしくはヨガの先生じゃなくてもですね、それもっと私興味あるわと、火がついたわっていう方はですね、本当に今人気なんですよ。このヨガ解剖学セラピーコース、VV ごとにあのオンラインでね、集ってこう学べるみたいな。で基礎と実践が常にあるので、 今回、えっ、ー、と、来月は、えー、手首、肘肩あの基礎編が行われますのでね。よかったら基礎を覚えて、で、実践というのはね、そういうマッサージ法とか手に、手で触れてね、何か施術するみたいなところが入ってきますよね。これ両方やると、ヨガの先生の知識が深まり、プラスで使える、まあ、まあ、スキルが身につくみたいなところの、まあ、種明かしでございますけれども、よかったら興味ある人は概要欄に載せておきますので、 来てくださいとこちらに関してはね、アーカイブ事項も OK なので、本当にね、そういう意味でのね、オンラインの文明開化の鐘が鳴ったっていうのはね、学びにとってはありがたい部分もあるのかなと思いますのでね、あの忙しい方もぜひご参加いただけたらなと思います。藤田先生、今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。すいません、なんか。はい、まだまだシリーズ続きますので、秘密を明かしてくださいということで。はい。それでは皆さんまたお会いしましょう。ではでは。